おお、これは驚きだ。アサシンのマスターがあのコイエットの娘だったとはな。部下が随分と世話になったようだ。君のサーバントにもよろしく伝えてくれ。そうね、言葉の通りに伝えておくわ。それで取引というのは？当然次の試合のことよ。この願望機は譲っても構わない。もちろん試合は棄権しましょう。なるほど、悪くない。で、俺は何を差し出せばいい？私の父の南海での活動にこれ以上邪魔が入らないようにして。あなたならできるわよね。今父が動けなくなると困るのよ。願望機と引き換えにするには安すぎるけれど、あなたに有利な分にはいいのではないかしら。確かに海賊を黙らせる程度であれば、さしたる手間もなく片付くが、悪いな。その取引には趣向しかねる。君も分かって言っているだろう。報奨の願望機が本物であるかも、未だに判然としていないんだ。不確かな品を質に、不確かな結果を買う。信用のない相手と交わす取引じゃない。そう、不確かなものでも利があるなら扱うのが商人よ。あなたの父親ならば交渉のテーブルについてくれたと思うけれど。俺は父のようにはなれんよ。なるつもりもない。ま、そういうことだ。互いに後腐れなく戦って決着をつけよう。仕方ないわね。闘技場で会いましょう。商人ではなく貴族として相手してあげる。ならば俺も憔悴として体操か。互いの願いをかけた奪い合いの戦争だ。江戸に住まいし雑種どもよ、この豪華絢爛な闘技場によくぞ集った。慶安親善試合、その第2の試合が間もなく開始する。実はすでに第1の試合が取り行われたのだが、貴様らに見せるのは手間なので以下略とする。これより舞台に上がるは、晴れて第1の試合の勝者となった2組の主従どもである。いざ刮目せよ。挑戦者入場。西からは帝聖光とアーチャー。荒波を越えてたどり着き、欲するものは目の前だ。気張ることだな雑種。無論貴様の対戦相手も同じだろうがな。東からはドロテア・コイエットとアサシン。愛も変わらず異様のアサシンへ。従者としてはよくとも、取引には向くまい。信頼こそが小取引の秘訣という。そんなことも知らんのか雑種。すでに語る言葉はないときたか。実に潔い。さて、両陣営とも用意は良いな。反則なし、場外以外何でもありの大勝負。第2の試合を開始する。両者そこまで。第2試合の勝者は帝聖光並びにアーチャーである。勝ったな
マスター。ああ、皆への申し訳も立つというものだ。負けたわ、腹立たしいことにね。お父様ならどう戦ったかしら。切り札を切るべき時だった。悔いが残るか。いえ、でも彼との因縁が断ち切れたわけではない。二が続けば再びやり合うこともあるでしょう。その時にどうするか考えておかないと。何をグダグダと話しておる。この後も試合が目白押しなのだ。これにて第二の試合は終了。貴様らは残らず観覧席へ戻れ。この親善試合、結構な面倒があるようよ。あなたも感じたでしょ。そのようだな。忠告、痛みいる。やはり抜け出ていたか。まったく、余計な手間をかけさせよって。こうなっては。手に汗握る激闘、胸を打たんばかりの決着。闘技場で繰り広げられた数々の戦い。貴様らはそれらを目撃したのだ。十二分に心に焼き付いていよう。平安親善試合決勝戦である。舞台に上がる資格を残すは二組の主従のみ。いよいよ全てを手にする勝者が決まる。いざ刮目せよ。挑戦者入場。西からは丁聖光とアーチャー。ドロテアを下し術者としての格は定まったか。だが次の相手にその技量と軍略が通じるかな。そしてはぐれのバーサーカー。愚者が戦いに挑むなら力以外すべてをそぎ落とす。簡潔であるがそれゆえに強かろう。それでは試合開始の合図をとくと待てい。最後の相手は誰かと思ったが、バーサーカーが二人とは。これは骨が折れそうだ。骨も肉も鎧も盾もたちまち立ってみせましょう。新面武蔵、ここに推薦。帝さんたちには一宿一般の恩があるけど、私も七鬼のサーヴァントの一角。太夫の願いを叶えるために力を尽くすが定めなれば。ごめん。一宿一般？一般だったか、あれは。六七班は振る舞ったな。その説はごちそうさまでした。ありがとう。それはそれ、これはこれにて候。そういうわけでサクッとやられていただけるとありがたいのですけれど。相手はバーサーカーが2機、こちらは術者1人にサーヴァント1機。兵法の情動に照らして考えれば最初から挑むべき相手ではないな。だが勝たねば道は開けない。そうだろう、我がマスターよ。屈
口にせずとも意を組んでくれるとは、さすがは我がサーバントだ。いかなる強敵が道を塞ごうとも、全身全霊をもって立ち向かうのみ。両陣営とも用意は良いな。反則なし、場外以外何でもありの大勝負よ。ついに決勝戦を開始する。なかなかやるわね、二人とも。実は俺もそう思っていたところだ。何しろバーサーカー2機と渡り合っているのだからな。しかしさすがはイオリの師、天衣無縫の二刀流、見事なものよ。もっと言ってくれてもいいわよ。この霊気、褒められると伸びるっぽいので。褒めないでおけ、マスター。この手合いは調子に乗るほど強くなる。とはいえ、戦況はこちらの有利。下るなら今のうちだぞ、バーサーカー。まっさか。諦めがいい方ではありませんので、私。あなたもそうでしょ、バーサーカー殿。バーサーカー殿？この気配、やはり最低者よ。説明願おうか。この試合の裏に何がうごめいているのか。その必要はあるまい。時間切れだ。俺が何を語るまでもなく、奴はここに現れよう。要は神である。命の群れ、儚き者、愉快愉快、そうさな、見えとするもよし。マスター、なんちゃって、あは。驚いた？は？これは。いいわその顔。鳩がマグナム食らっちゃいましたって感じの。鳩が。なんだって？貴殿、何者だ？その気配、波の英霊とは思えぬが。伊吹道士、邪智暴虐なる三大化粧の一角、日の本最大の災害流、ヤマタノオロチ。その分け御霊が一つよ。パチパチパチ、さすが土帝康弘くん、紹介してくれてありがとう。いやいや、待て待て待て、ちょっと待て。土帝殿、何故貴殿がここに？そんなとんでもない存在まで従えて。言うに尽くせぬ深い事情があるのだ。ああ、はい、そこの男子二人、難しいことは考えないで楽しみましょう。改めて自分からも名乗っておくわ。ごほん、私伊吹道士というの。いろいろあって限界したはぐれのサーバント。今回は
あ、そうそう、ルーラーです。仲良くしてね、二人とも。伊吹童子、はぐれのサーヴァントとはいえ自ら進んで神明を明かすとは。さらにはこの珍妙な催しに侵入してみせる。動機も経緯も判然としない。うん、そうよね。あなたたちの疑問はもっともでしょう。そうして警戒するのも無理はないわよね。だからこそ私は神明を明かさなきゃ。この意味わかるかしら。なるほど、意思を示すためか。イエス、神明を明かすのは栄月をあれこれするつもりがないから。そもそもの話をするわね。もとよりこの試合っていうのはね、ここに限界した私を封じるための儀式なの。だからその名も神前試合。そうよね、王様。ふん、分かっているならばおとなしく封じられておけ。いやよ、ベーダ、せっかく限界したんだもの。たっぷりじっくりこの時代を味わわなきゃ。知事に咲き合う活気の花とほのかに漂う無常の匂い、人の営みに混じって思いっきり楽しむの。そのつもりだったのに。もう安弘くん、そんなのされたら辛労で死ぬって顔しないの。実際こうしておとなしくしてるわけだし。がっかり。ねえ王様、あの黄金のお酒ちょっと反則じゃなくて。酒、ヤマタノオロチの神話だろう。確か酒によって首を落とされたのだったか。神話の際は謎に頼るのはゴーハラだったがな。だがあれは凡客の英霊とはわけが違う。尋常の魔術謎では斧の先さえ召喚かなわぬ正真正銘の神霊の類よ。ただ一気で間八周ごと江戸を滅ぼしかねん。まったく、俺の遊び場を沈められてたまるか。故に直ちに封じてやったのよ。神気あふるる相手であればいかようにもやり口はあるからな。我が黄金の美酒にて眠りに落ちたとなれば、あとは魔力を枯らしてやるのみ。いかに強大であろうとはぐれのみ、魔力が尽きれば座へ帰ろうからな。それで神霊を封じるための儀式か。しかり、魔力を散らし魂を鎮めんがための儀式である。しかしだ、よもや儀式の途中に目覚めようとは。それはまあね、安弘くん。名で呼ぶな。貴様、風のうちから何か仕掛けたな。それよりも、こうして無事に出てこられたわけだし、せっかくだから私も混ぜてちょうだい。これって神前試合なんでしょ。なら最後はちゃんと神様が見定めなきゃね。ね、いいでしょ王様。私江戸を沈めちゃったりしないし、全部終わったらちゃんと帰るしね。ね、ね、お願い。よかろう、伊吹童子、貴
様の参戦を許す。わっ、さすが本物の王様は気前いいんだ。うん、いいのか裁定者殿、貴殿の思惑とは違う方向に走り出したようだが。熟考の末の決断よ。封が解かれた今、もはや奴を縛る術はない。ならば一層試合に組み込んだ方が諸々の手間が省けるというもの。うんうん、話が通じる王様ってほんと好き。安弘君もそれでいいわね。はあ、もう好きにせよ、ルーラー。言ったわね。もちろん好きにするわ。さてと、見ればわかることはわかるけど、あえて尋ねてみましょうね。胸に抱いたその願い、叶える覚悟はあるかしら。楽しませてね、二人